底辺労働者のみんな、今日もお疲れ様。はい、こんにちは、タクです。まあぶっちゃけね、ぶっちゃけ言わしてもらうよ。 Uber とかやってる人って底辺だよね。まあそう思います。で、まあこれはね、別に僕が言ってるわけじゃなくて、まあいろんな方からね、まあたくさんなんで Uber とかやるのみたいな話をよくいただくんですよ。で、みんなね、まあその Uber イコール底辺職業だとまあ思ってるんで、まあ僕もね、まあそう同じ、まあ意見なんですけど、じゃあ なんでやってるのかって、まあいうところを今日はね解説したいと思います。まあ多くの人がね、 こういう仕事はね、まあどうせすぐなんだろうな、こう切られちゃったりさ、報酬を下げられたりしてさ、まあ底辺職業、あと大変でね、底辺職業なんだろうって、まあみんな思うんですよ。まあその通りですよ。俺もそう思います、ぶっちゃけ。なんで別に何も否定はしてないで、本音では言ってるわけですけど、ぶっちゃけそうですね。で、なんでやってるかっていうところなんだけど、別にね、俺は別にこれを、まあ、専業で、専門的にやってるわけじゃなくて、これはあくまで、なんていうの？小銭稼ぎというかさ、わかる？まあ、投資で言えばさ、ちょっとちびちびさ、FX で小銭稼ぎするやついるじゃん。まあ、わかるよ、わかる。口座を分けてさ、ちょっとだけね、100万か200万、200万ぐらい入れてね、ちびちび小銭稼いでキャッシュを増やしていくっていうのは確かにわかる。その通りなんだよ。そういう手法で、これはね、あくまで小銭稼ぎであって、これをね、本気でやる人はね、俺はね、まずセンスがないと思う、本気でやる人はね。うん、もう、FX って言ったらもうなんか200万ぐらいのさ、小さい口座をちょっと作ってさ、ちびちび稼ぐのと、まあ、同じわけだからさ、うん、まあそんなもんだよね。ちびちび小銭稼ぎトレードするような、まあそんな感じですよ。で、俺はね、そこまで本気でやってないから、なんだろう、別にね、全然気にしないんだけど、うん、全然っていうかね、気にする余地はないんだけど、でもね、一般の人からしたらね、なんでそんな底辺労働してんだって、まあ、意見意外といただくんですよ。うん、だから、まあ、そういう理由でね、まあ、ちょっとやってますっていう、まあ、話をしておこうかなって、思ったんで、ちょっとやりました。うん、なのでね、そこまで本気じゃないというかさ、うん、まあなんか、余ってる時間にちょっと稼げたらいいな、みたいな、そんな感じですね。うん。なんで、別にそこまで深くはね、ハマってない。うん、まあ深くハマってさ、報酬が安くなったりさ、もっと労働の環境というかさ、条件厳しくなったらさ、まあ報酬の条件とか厳しくなるとさ、みんな一瞬で終わるよ、ほとんどの人が。だいたいね、こういうね、浮世絵の仕事って、そういうもんなんだよ。ちょっとね、都合が悪くなると、親元がね、親元、ここで言ったら Uber だけどさ、がさ、まあ、報酬引き下げたりさ、条件悪く、まあ、報酬だけじゃないけど、いろんな条件悪くするっていうのが、まあ、普通なんだよ。だから、こんなの本気でやったらダメだよ。どう考えても。うん、もう最初から見えてるじゃん、こんな本気でやったら絶対ダメだっていうのが、まあ最初から分かってるわけだから、うん、なんで、まあそういうね、まあ本音を言うとそういうところはあります。ということで、まあ今日もね、まあ皆さんのために正直にね、答えました。まあ最後まで動画見てね、面白いと思った方、ぜひね、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。